展開した。エースの原田のシュート、スピードを上げて後藤が右、鎌が打つ、お見事。キャプテン三坂選手に座り止めました。このボールを生田目が奪う。余裕を持ってシュートを決める。外から来た、スリーポイント決めた。右サイド、うわ来た、また来た。これで30点に乗せました。中に入れる、高さがありまして、三戸で入ります。そこへのパス、外、切り返した、決めました。石巻葵です。今度は中へ切り込む、ミットパスアウト、ちょっとパスが乱れましたが、外からこの伊藤が積極的にで中を探っていて、パスアウト、左サイドから美しいシュート、小野寺が決めました。そして山下、ボールを取ったんですね。青葉が出た、そして前原のレイアップシュート、きた。石原高校1回戦を突破いたしました。金沢の戻しを全馬が展開して正面から打ちました。ナイスのシュート、入れといて、ここからスリーポイントが来ました。佐藤真中、日高、そして本人の中にからかまっています。シュートを打ってくる、これも決まる。互いに対応しているスリーです。そうですね、運の3年生です。よし、早い、そのまま行く。そしてカードからスタンドワン、出たが星がスリーを狙ってきて決めて、7番が戻ってきた石垣、石垣のドライブ、勝利が近づいてきた。ジャンプシュートは決めた。左45度からのシュートを吸い込まれていきました。中入れる、いい形で入って、おー入れた、シュート入れてファウルももらいました。このスリーポイントはどうか、最多リバウンド取って大久保決めた。今もファウルもらっています。そうですね、逆サイドに切っていく、シュートどうだ、来た、守りたい、なんかパスを引っ込んで右サイドから、あー来た、スリーポイント、これも大きい。バスケットライブ。